どうもこんにちは。ということで、今回は貫突変身ベジットブルー使って遊んでいこうと思います。まあ、昨日のね動画では赤位置で使ってみたらやったんですけど、まあ、それでもバカ強かったんで多分貫突ありえないぐらい強いと思います。まあ、本当はね昨日の間に貫突作りたかったんですけど、ちょっとあまりにもライブとかガシャとか使ってみたとかが忙しかったんで、まあ、寝たかったんでね休憩取ってはい、ガシャ追いました。ガシャ動画もたくさん上がるんで、ぜひ見てください。目隠しガシャ動画も、久しぶりに撮ったんで、あげます。はい、で、使う編成は合体ですね。まあ、色はちょっと並び良くないんだけどね。まあ、キャラパワーはみんな高いんで、今回こちらで遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。はい、お願いします。ウルメシいいね。カウンター向こうが、刺さりそう。同じサイヤ人なら分かってる。まずい。ああ、よかった。まあ、一旦回避見てでいいかな。回避見て一つ。OK。気力がないね。見てから通常でしっかり回避回して。いやー、ちょっと遅い回避取りすぎ。私が悪い。ブレイク、怖い。怖いな。一旦流して、初動借りたいな、ワンチャン。オッケー、間に合う。見てからオッケー。ユニで溜まるね。あぶね。よしよしよし、カウンターアンチ発動していいよ。はい、で変身も入れちゃっていいよ。カウンター効きません。おい、いいんですか、そんな痛いっすよ。めちゃくちゃ予約もクソ強いからね。どうせ泥足にだから圧引っ張ってくるんで、予約でゴリゴリいっちゃって、もう射撃はここはブースト入れようか。やばすぎ。強すぎ、気持ち良すぎなんだけど。はい、カウンター効きません。あ、待機、カウントが頑張ったけど、でも、カウンターアンチの保険もあります。そのまま行きます。いいよいいよ。今カウントが切れてるだけだから、まあもらっていいよ、別に。一旦下げるか、裏。で、腹パン射撃行って、弾集めて、受け連れたでかい。さあ、そしてまた、オールアンチの、ベジットさんが強すぎる。で、これ、ハキムコウとあれもついてるから、これも反応できるんですよね。やばすぎ。ゆっくり流して特殊で。いやー怖いなー、ブレイク強っ。回避の仕方すごいね。マジか。てか今危なかったか、ワンちゃん。貫通ライン打てるキャラいないから別に5点くす受け出しできんのか。出そう。まだ火ダメ振り4個ある。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょ、今メイン切らずにいったのマジで良くなかったな。でどうしよっかな。ここ一応下がろう。ターレスメイン怖いんで、ワンチャン神谷狙ってきたら怖い。警戒必殺、まあ、2回復あるから、これ直当てだけ怖いんでそこだけケアします。オッケー。で合体して貫通確定ライジングで1体もらおうか。楽しませてくれよ。よし、オッケー。さあ、お願いします。ふん、打撃なくて、とりあえず5点クス出すか。オッケー。5点クスのユニゲ使ってから変えたいね。で特殊積んで、いいよ。
ハーツたくさん消化しよう。まあこれ知らない。でもね、保険あるんで何もされません。見てから打って、そのまま行こうか。これタックル出そう。変身してきた。バニ回復した。これも変身しよう。これ破棄したから2連回変身も、ああ離れるね。ここはメインかな。回避見て射撃撃ちたい。撃ってくる。一旦弾吐き入れて、弾吐き入れたから攻めれるね。パラパン射撃で。出すか。まだあんのか。打つわ、めんどくさいから。まあ、踏ん張り剥げるだけ全然いいわ。まあ、これでベジットでね落とせるようになったんで。あ怖い。これ打つよ。腹パン射撃きてえな。 OK、 それはしっかり射撃合わせる。一応あれか、パイクのサポート乗ってるから、マベシとベシットの火力結構ヤバそうなのか。1枚消化して下げたいな。 OK、 回避圧くれ。射撃操作して圧いくよ。 OK で、ここでゴテンクス経由のベジットがやばいんじゃないですか。これカウンター全部効きません。はい、特殊も使って、で泥足2段階でしっかり削り入れて、素晴らしい力。これがこれが貫突ベジットブルーだ。強っ。回避回避でいいかな。オッケー、マベジ出すか。フェンサーブーストで見て、まあこれは知らない。別に赤だからもらえるしね。あ、ユニゲ溜まった時だから封印入ったかな。ありがとう。おえー、合体して弾だけもらっとくわ。あとで事故で死んでもいいように。また2連だと思うけど、一応回避ライジング打ってくる可能性あるんで、この人下がって跳ねる。うん、メインやるからね、パニカイフの直球をみんな取ろう。一旦こっち出して、補正込みだし、マベジに縛られはしないかな。ちょっとライ打ってほしい。ライ打たないから攻めにくいね。マジで怖い。メイン切ってないよね、まだ君も。とりあえず襲い回避取らせて必殺で。オッケー、それは怖いね、襲い回避メイン。どういうこと。なんか切ってくれたみたいな。いいよ、さすがに捨てたか。オッケー、じゃあもう一発ライブ打ちますね。さあメインで弾持ってきて、これがベジットの強みだ。もうここどうしよっかな。一応下がるか、なんかしてきたら怖いんで。
初めて通常で冷静に全部2連だと思うんだよなこの人。さあお願いします。ちょっと範囲特殊欲しかったんでウルゴジ4入れてみました。なんか怖い、射撃は知らなそうですね。弱っ、どうせ射撃は知らんねやっぱり。ありがとうございます。やっぱ安定して使いたいんだったら範囲特殊欲しいから54の方がいいね。どうせ合体ベジットちょっと育てるのむずいんで、あいつで殴るよりもベジットとゴテンクスで殴った方が良さそうなんで、ちょっとこれ一回使わせよう。あ、引けるならじゃあそうだな、じゃあやめてね。オッケーで、アンチでやり過ごして、ちょっとあと1枚であれだったんだけども、特殊あれかゴテンクスじゃなくてこっちで切ればよかったね。これぞ神の鏡、ワンチャン突っ込んでくるんで、正解必殺吹き飛べ、うー気持ちいい。オッケー、さあ合体じゃね、変身して強すぎね、うん強すぎね、うん強すぎるし君死んだねこれ。いや、積んよ。あー、怖い。まあ、いっか。毒院やったせいで、ゴジ砲に帰れなかったんで、もうこれ、しゃあないわ。どうぞ。なんだ、それは。あー、もう、怖すぎだろ。ね、やめよっか。あー、やめよっか。このゲームもやめよ。やめよっか。やばい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 、本気出してきた、本気、本気のレジェンズ見してるわ。おーいいね、レジェンズフェスティバルですね、さすが。いやお祭りだわ、すごいわ。危ねえお前、危ねえ。え、後付きありますよそれ。なんですかそれは。もうやだ俺。あ、そうか、射撃は知らんのか。もう回復しよう、怖い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 、突っ込んでくる、ほいほい。うん、やばいね、オッケー、ありがとうございます。そしてカウンターアンチで殴れるんで、オッケー、お願いします。回避圧、センキュー、ありがとう。しゃあないな、短いから。おい、オッケー、やっぱゴジフォー入れたが安定感上がるね。鍋沢さん出てくる。1枚はいけるね、いいよ。で、ゴテンクスで、いや全然も、それはじゃあベジットでいこうか。剣か、マジか、避けたい一旦。OK、見てから撃って、どっちも押しちゃったね。なんだその気だめは、なんだその気だめ、怖い。まあ、ゆら、オッケーオッケー、それかっかんね。さあゴテンクスちゃん出して、
ミサーブーストで打撃見て押して、ちょっとベジット育てたいね。食べてくる。じゃあこれで育つかな。次で完成ですね。ふい、行ってきそうじゃない。ありがとうございます。でかで、ゴテンクスの火ダメマイナスが乗ったベジットなんで、ね、火力もめっちゃ出ますからね。ライジングやばそう。いいね。で、メイン切っちゃおう。いいっすねー。ほい、怖い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 。お泊まりなさい、お泊まりなさい。これでも今アンチ入ったか、ベジットの裏のキャラでもいいんでね。オッケー。いや、5時4の安定感やば。5時4の安定感やばい。最高すぎる。うまいことベジットまで回してんだけど、いけるかな。これさ、そもそも、あー、いっちゃったね。オッケー、回避圧。オッケー、これめちゃくちゃかっこいいとこ見したいんだけどさ、うわ、めっちゃやりたいことあるからやってもいい？いけるかな。いけるよな、これで5時4回して、はい、これでベジットね、覇気無効と気力減少無効ついてるんで、パーレスの再起も大丈夫なんで、裏の54キャラチェン中距離でいいですね。絶対攻めてくるんで、ここは。オッケー、完璧、完璧すぎる。ただ、こいつには効いてんのか。ポチッとな。おいおいおい、マジかよ。いいよ。いいっすね。LF 決めたいっすね。必殺ないっすね。必殺引いてくれん、頑張って。いや無理だ、強すぎて無理だったわ。いやめっちゃ強いベジット。どうした？てめえの力はこれっぽっち。